そして日本武道館の会場でも動きがありました。こちら現在の様子ご覧いただいています。参列者の献花が終わりまして、このように儀仗隊が安倍元総理の遺骨をですね、運んでいる祭壇から運んでいる様子が映されています。このあと喪主の昭恵夫人に手渡されまして、日本武道館を後にするところです。午後2時過ぎに始まった安倍元総理大臣の国葬にはおよそ4300人が参列したとみられています。会場にはこれからですね、海上自衛隊が演奏する花が咲くが流される予定となっています。今、岸田総理大臣に安倍元総理の遺骨が渡されました。そしてもう間もなくこの岸田総理大臣から、はい、昭恵夫人も写っていますね、遺骨が手渡されました。間もなく喪主の昭恵夫人とともにこの武道館を安倍元総理の遺骨が後にします。午後5時過ぎにですね、安倍元総理の遺骨は葬儀場を出発する予定だったんですけれども、予定よりも遅い時間になって会場を後にすることになります。ゆっくりゆっくりと安倍元総理の遺骨が運ばれています。今音楽が聞こえ始めましたね。海上自衛隊による花が咲くが流されています。こちら醸造寺で営まれた通夜と葬儀でも流れていた曲ですね。生前安倍元総理がピアノで演奏したこともありました。会場は非常に厳かな雰囲気となっています。安倍昭恵夫人の表情も見えますね。下を向かれていて遺骨をじっと見つめている様子が映っています。ゆっくりゆっくりと安倍元総理の遺骨が運ばれていきます。献花が終わったということで、席にはですね、座っている方はいらっしゃらない様子です。今会場には花が咲くが流されています。安倍元総理、生前ピアノで演奏したこともありました。海上自衛隊が演奏している花が咲くが今流れています。ゆっくりゆっくり安倍元総理の遺骨が運ばれています。昭恵夫人に抱かれて今ゆっくりゆっくりと会場を安倍元総理の遺骨が会場を後にする様子をご覧いただいています。昭恵夫人、下を向いていらっしゃいますね。岸田総理大臣とともにこの会場を後にするところです。この後はですね、渋谷の自宅に戻る予定となっています。昭恵夫人が今会場に向かって一礼をしました。そして安倍元総理のお兄さんも今顔が映りましたね。この後渋谷の自宅に戻る予定となっています。厳かな雰囲気で今遺骨を見送るですね、セレモニーが行われています。花が咲くが流れています。増上寺で営まれた通夜、そして葬儀でも流れていた曲になりますね。生前安倍元総理がピアノで演奏したこともありました。この後昭恵夫人、そしてお兄様と共に渋谷の自宅に戻る予定となっています。今演奏が終わりまして会場静まり返っていますね。はい、こちら先ほどの映像をご覧いただいています。昭恵夫人が安倍元総理の遺骨を持ち会場を後にする様子、先ほどの様子ご覧いただいています。その後ろには安倍総理のお兄さんが続いているようですね。先頭には岸田総理大臣の姿もあります。すべての参列者の献花が終わりまして、安倍元総理の遺骨がこの日本武道館の会場を後にする様子ご覧いただいています。はい、現在関係者の皆さんも会場を後にする様子が映っていますね。
安倍元総理の遺骨が昭恵夫人とともに武道館から出ていきました。ゆっくりゆっくりと歩かれています。現在ですね、演奏されているのが「葬送曲悲しみの譜」ですね。陸上自衛隊によって演奏されています。岸田総理、昭恵夫人、そして安倍元総理のお兄様博信さんと一緒に今会場を後にしました。これから車に乗って渋谷の自宅に向かうとみられています。だいぶ時間よりも遅くなって遺骨がこの会場を後にすることになります。多くのフラッシュがたかれていますね。今演奏が終わりました。安倍元総理の遺骨、この後渋谷区の自宅に昭恵夫人とそしてお兄様とともに戻られます。引き続きお伝えしていきます。こちら現在ご覧いただいているのは安倍元総理の遺骨が会場の日本武道館を後にする様子です。昭恵夫人、そして岸田総理大臣、安倍元総理のお兄様博信さんの姿が、後ろ姿ですけれども映っています。今昭恵夫人が前に出ました。遺骨を手にしています。そしてこれはお兄様ですね、安倍元総理のお兄さん博信さんの手に渡りました。安倍元総理のお兄さん博信さんが今車に遺骨とともに乗りまして、これからゆっくりゆっくりと渋谷にある安倍元総理の自宅に向かうとみられています。予定では午後5時過ぎにこの会場を遺骨とともに後にすることになっていましたが、1時間ほど遅れて安倍元総理の遺骨はお兄さん博信さんと一緒に自宅に戻られることになります。多くのフラッシュがたかれていますね。もう間もなく車が出発するものとみられます。エンジンの音がしてきました。岸田総理大臣、そして昭恵夫人が見送っています。この武道館の外では陸上自衛隊による悲しみの譜によって安倍元総理の遺骨がお見送りされました。演奏が終わり、今出発を待っているところです。今回の国葬ですけれども、大幅に時間が遅れてのこの遺骨の見送りとなります。非常に厳かな雰囲気で最後まで国葬が進められています。後ろの車にもどなたかが乗り込みましたね。午後2時から始まった国葬ですが、もう間もなく終わろうとしています。すべての参列者の方が献花を終えました。はい、今車が出発しました。安倍元総理のお兄さん博信さんとともに今この会場を安倍元総理の遺骨が後にしています。この後渋谷の自宅に戻られます。はい、日本武道館を出たということで、今幹線道路の映像が映りましたね。はい、パトカーなどが続いているようです。